栃木県に大雨警報が発表されました。大雨警報が発表されたのはご覧のエリアということになります。栃木県内、日光市に大雨警報が発表されています。ダム付近、ゲリラ豪雨ですということで、こちら、お写真ですね、いただきました。栃木県内、日光市付近では雨の降り方がかなり強まってきています。現在の皆様からのリポートを見ていきますと、14時30分現在、栃木県内ですね、このようにゴーというリポートがかなり多くなっていまして、雨雲を重ねてみますと発達した雨雲が、栃木県の北部に、かかっているような状況です。そして、この時間の観測のデータを見ていきますと、14時30分までの過去1時間、今市では1時間に45ミリという激しい雨を観測しています。そして、雷も多数鳴っているような状況です。現在の栃木県内の雷の様子を見ていきますと、このように広い範囲で多数の雷が発生しています。この後夕方、そして夜の初め頃にかけては、雷を伴って雨が激しく降る恐れ、続きますので、この後も、強まる雨、十分に注意をしてください。なお最新の気象情報はウェザーニュースのアプリでも確認いただけます。